そして今日は収容人数 50% まで、まあ、2万2000人を入れることが可能なんですが、チケットは1万7000人。慎重に入って負けたくないという姿勢を見せるんですが、そこはアグレッシブにいけるかどうかですね。そう思います、ね。まあ、やはり当然守備も気になりますけども、はい、息は合ってましたけどね。そうですね、あ、ここで奪ってアダイウトンです。さあチャンスになりますか。うん、アダイウトンそのまま仕掛けてシュート、先制。前半7分、アダイウトン連敗脱出のためにはまず一歩前進。早い得点はアダイウトンです。素晴らしいシュートですね。中村匠です。うーっとヘディングシュート、オウンゴールです。東京、まあ、しかも今度は高萩ですので、また球種が違いますね。高萩蹴ります、コーナーキック。あ、3点目入ったないというか、まあ、ゾーンの弱点のところですよね。誰かがいるのでというような気持ち、はい。まあ、テンポよく回ってウイングのところにボールが出てくれば一番いいですけど、はい。アダイウトンスピードが出た。アダイウトンこのスラロームでかわした。アダイウトンシュートへ、最後はコスト。すごい強烈なシュートがコストを叩きました。多分聞こえてるんですよね、はい。でこうどん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 こう自分が乗ってきて、で最後シュートいって、でその現れは最後今ボールを追っかけた時の最後スライディングしてました。レアンドロ、いやーポストだ、シュートへ、権田正面キャッチ。出場停止明け、あ、まさにポストに当たり、青木のシュートは権田の正面。まあ、ボールの出所が全く多分見えなかったと思うんですよね、権田は、はい。なので拾ってここからです。中村圭太の入れたボール、上がってきたのはあの原、シュート、これがポスト。いやー山原ですね、シュートでしたかね、はい、山原見ます。まあ、やっぱり途中出場ということもありますし、まあ、残り時間もわずかだと、もうシュートっていうのはまず優先順位で一番にありますよね。ゾーンで清水ヘディングを入った。なんとかしなきゃいけないという思いがこういう飛び出しにつながるんですよね。なんとかボールをつないでいくが松岡取られた。そしてタイムアップ、清水エスパルス敗れました。4連敗。